君を七つ星に仕立て上げる。何のためにこの島に来たんだ。君には大事な目的があるはずだろ。わかりましたよ。なってやればいいんでしょ、最強に。いいですか、これから2年間、私たちカンパニーは全力でご主人様の補佐をいたします。絶対勝てるってのか。どうやって？決まってるじゃないですか、イカ様ですよ。ハッキングでゲームを操作できちゃえばヒーロー級の勝利は確実よ。ただいつまでも順風満帆とはいかない。一つ星でも使えるアビリティの中で今回有効そうなものって何かあるか。正直なところ勝率は 1% もありません。 100% 勝てないではないんだな。私をバカにしたこと絶対に後悔させてあげるから。何でもありの 100m 走。まさかバイク相手に普通に走って勝つつもりかにゃ。どうせ俺が勝つんだから。これで僕の勝利だ。この絶望的な状況から勝てると。いや、まだだ、まだ終わってない。何としてでも間に合わせます。あんたとんでもないことを考えついたみたいね。さっきも言っただろ、俺の勝ちってことだよ。嘘がバレて篠原が島を去るなんてことにならなくて本当に無事でよかった。おかえりなさいませご主人様。もうご主人様は意外と素直に感情を見せる方なのですね。あら、言い訳はスラスラ出るのね。お前だってポンポン言うよな。最初の生徒で可愛いお嬢様は演技かよ。どうしてあいつのこと避けてるんだ。いいえ、避けているのはむしろ俺は最強の嘘を突き通す。ほんと嘘つきなんだ